出場チームをご紹介いたします。第2レーン王林、第3レーン市川すばる、第4レーン若松、第5レーン船橋慶明、第6レーン市立千葉、第7レーンを開けまして第8レーン船橋二和。以上6チームによりまして第5組のスタートです。スタートいたしました男子 1600m リレー第5組。リードしているのは船橋慶明、バトンは第2走者へ渡ります。船橋慶明、若松、船橋二和。先頭に立ちましたのは船橋慶明、そのすぐ後ろは若松。先頭争い船橋慶明の第2走者は大野くん、若松はバン君、追い上げてきた市川すばる第2走者は河合くん、またも第3走者へ渡ります。バトンが渡って一気に先頭に出ましたのが若松、第3走者は砂留くん、追いかける船橋慶明第3走者は長野くん。3番目は市川すばるでしたが、ここでかわして3位に上がりましたのは船橋二和、ジーくん。先頭若松の砂留くん、そして船橋ふたは2位まで上がりました。バトンは最終走者へ渡ります。若松、船橋ふたは船橋慶明、市川すばる。最終走者で先頭争いが熾烈です。前に出ましたのは船橋二和、最終走者は森くん、2番目は若松道ヶ崎くん、そして船橋慶明おさくん。ラスト 100m 激しい先頭争い3チーム、若松、船橋慶明、船橋二和。若松の藤ヶ崎くんが前に出ました。3分30秒。
ただいまのレース1着は第4レーン若松、速報タイムは3分33秒22でした。